春ニレは日本産ニレ科の落葉鉱木。別名ニレ。通称として英語名に由来するエルムも使われている。漢字表記は春ニレ。これは春に花が咲くことからとされる。もっとも、ニレ族の花は世界中で3種類の例外を除いて春に花を咲かせる。なお、日本には秋に花を咲かせる珍しい種類の一種、秋ニレという種類も分布する。 こちらも和名は秋に花を咲かせることからと言われ、漢字表記は秋ニレである。英名はジャパニーズエルム、中国名は春ニレ、日本ニレ、元変種は黒ニレなどと呼ばれる。ニレ族は身近で関心が高く、また、地域差も大きいためか、非常にシノニムが多い種類が多い。本種も同じで、学名は長らくルますジャポニカとされてきた。種小名ジャポニカは、 日本語の,の意味である。中国東北部から、先浅省、安岐省にかけてと、朝鮮半島、及び日本に分布。日本では、北海道、本州、四国、九州など各地に算するが、特に北方で多い。これに対し、秋に入れは南方系で、西日本に分布する。元編集のウルマスデイビダナバリエーション、デイビダナは、 この分布域中の特に西部にあたる河北省から先制省にかけて分布し、残りはバリエーション、ジャポニカとされる。落葉紅葉樹で樹高は30メートル、直径は1メートルに達し、日本産の二レ属樹木としては最大である。樹形は下枝が少なく比較的太い位置から幹を分岐させ、どうかの毛焼きによく煮る。樹皮は灰色っぽい褐色、毛焼きや、 秋にレれの樹皮が平滑なのに対し、本種は縦に深く裂ける。枝は左右にジグザグに伸び、若枝には難毛が生える。葉は表面にほの毛が生え、ザラザラした触り心地、円には明確な二重挙子を持ち、葉脈は一本の明確な主脈から、側脈が左右に分岐する。お表に比べると、傭兵も長く目立つ。果実は五角形に近い。 大陸産の元変種は果実に毛を持つのに対し、本種は無毛だという。北海道では、針切りやカエデなどと混成することが多いという。樹皮の繊維から縄を作る。樹皮を叩いて潰したものを、ニレメンといい、瓦の接着剤になる。根からも接着剤が取れる。欧米で蔓延して、現地のニレ類に多大な被害を与えているニレたちガレ病に対しては、飽きニレほどではないが、 抵抗性を示す。このため、欧米では、現地産ニレに代わって、本種を植栽したり、現地産の感受性ニレ類と交配させて抵抗性の雑種を生み出す。才の親として、本種を利用することもある。アイヌは春ニレを、チキサニと呼び、春ニレ材を摩擦させる、発火法で火を起こしていた。アイヌの伝承によれば、天地創造の檻。 地上に最初に生えた木は春にれであり、その春にれにカンナカムイが恋をして立った炎から、アイヌの英雄神、オキクルミが生まれたという。ありがとうございます。